皆さん、こんにちは。増田敏夫でございます。えー、いつも増田チャンネルをご覧いただきまして、えー、誠にありがとうございます、えー。不思議なことには裏がある、真実があるということで、えー、いろいろ不思議なことについて解説をいたしております、えー。昨日ですね、皆様方に、私がワシントン DC でジェネラル・フリン、元トランプ政権の安全保障担当大統領補佐官、 ををやられていいいたた方とろろお話をしたそのことについてお話をしたわけなんですがまあ私の狙いがありましてお話した通りですね私をこのクリンさんに売り込んでおかなければならないという下心がありまして台湾 問題について、えー、いろいろお話をしました。そのことについてはですね、えー、昨日お話しした通りであります。ワンチャイナポリシーという中国は一つ、台湾は中国の一部という、えー、こういうですね、中国の主張、これが1979年1月1日の米中平和友好条約に明確に 記載されておりましてこれが両国批准したわけですからこれが義務付けられているということですねでそこでまあ、私が注目をしたのが一つの中国というのはアメリカはリコギナイズというまあ日本語に直せば承認ということになると思いますがリコギナイズという言葉を使って これから、台湾は中国の一部だということについてはですね、まあ、アクノレジという言葉を使って表現をこの分けているという、まあ、ここに注目をしてですね、不倫さんにいろいろと私なりの考えを言ったというお話をしました。要するに、リコギナイズというのは承認ということで、承認した以上ですね、その承認したことに従わなきゃならない。 つまり中国に対するアメリカの行動というのは中国は一つだということに基づいて行わなければならない。すなわち、アメリカの行動が縛られるわけですね。それがリコグナイズ。 で、えアクノレジっていうのは、あ承知するということであって、中国の主張はよくわかっておりますと、承知してますと、おいうことであって、えでは、承知していたからといって、えそのことに従わなきゃならないのか、あるいはアメリカの中国に対する行動が、あ縛られるのか、おいうことになると、アクノレジの場合は縛られないんだと、こういうのが私の解釈で、 今中国、アメリカと中国の間で台湾をめぐっていろいろ問題があるわけなんですが、それに対する、まあ、つまり中国の抗議っていうのは、中国の一部である台湾にアメリカがいろいろ軍事支援をしているではないかと、いうことで、これが条約に違反するではないかというのが中国の主張なんですが、それに対してですね、中国は一つだということはアメリカは認めている。だから中国、 現在の中国政府中華人民共和国は国連の安全保障常任理事国にしてあるではないかと。おしかしながら、台湾はあ中国の一部だということはアクノーレージでしょ承知はしてますと。理解はしてますと。あなたの言うことはあよくわかるし理解はしてますと、うん。しかし、それに基づいてアメリカの行動が縛られるということはないんだということ。これをですね、強くアメリカは中国に主張しなきゃいけないし、またアメリカの議会。 あるいは、アメリカのマスコミを含む世論というところにも、これをはっきり打ち出すべきだと。そうすれば、アメリカが台湾に対して軍事支援していることは正当なことだ。なぜ正当かというと、習近平国家主席は、台湾を統一すると、まあ、リユニフィケーションというんですが、ピースフルリユニフィケーションという言葉をいて、これが中国の方針だとはっきり打ち出しているわけですね。つまり、武力を使わないで、 平和のうちに、平和に、え台湾を統一するんだと。リユニフィケーションというのは、統一するというふうに訳してもいいと思いますが、しかし、決して、えぇ、習近平。 国家主席は武力を使って統一するリリユニフィケーションするということは言ってないわけなんですね。うん。しかしながら誰でもわかる通り、今台湾の周辺、台湾海峡から始まって台湾の制空圏において、中国の戦闘機が制空圏を過すし、台湾海峡その他いわゆる台湾の海域 海の台湾の領域ですね、えー。そこには中国の戦艦がしょっちゅうや入りしてくるということで、これがまあテンション、緊張をですね、どんどんエスカレートしてるという現実があるわけです。ピースフルリユニフィケーションと言いながら、実際には軍事的なこの威嚇を続けているという。 事実があるわけですね。世界中が見て分かっている事実があるわけですね。ならば、そういう軍事的脅威に対して、アメリカが台湾に軍事的支援して、台湾の安全のために、台湾の軍事力に対して、まあ、協力をするのは当然ではないかと。 それを、その中国が、この、アメリカが台湾に軍事支援するということに対して抗議をするならば、逆に平和的な統合を口にしながら、実際には台湾に脅威を与えているではないかと。だからその脅威をやめれば、アメリカは当然台湾に対して軍事支援はしませんよと。 というような議論をしなきゃいけない。その根拠になるのは、このリコギナイズという言葉とアクノレージという言葉、あこの違い。リコギナイズの場合は行動が制約される、支配される。ねえー、しかしながらアクの、アクノレージの場合は承知してます、理解してますということであって、それが故に行動が制約されたりすることはないと。 したがって、台湾が中国の一部ということは利国ないして承知してますよと。しかし、あなたが平和的な統一をすると言いながら、えー、軍事的な脅威を台湾に与えてるんだから、台湾が自らの防衛をするために、アメリカの援助が必要であれば、援助をしていくと。軍事支援していくと。 お、いうことなんだということを一つ明確に世界に対して、あるいはまた中国に対して明確にしないと、いつまで経っても一方がこう言えば、他方はこう言うということの平行線で終わってしまうと。え、そ、世界に対して、え、この、リコギナイズとアクノレージという言葉が条約に謳われていて、これが双方でひ批准されてるわけですから、世界に対して、え、アメリカは、あ、リコギナイズ、台湾は中国の一部だということはリコギナイズなんだということを明確に世界に発表し、中国にも強く 発表する、ね、だからあ、その、台湾は中国の一部だということを承知していても、それに縛られない。そして台湾が、あこの脅威にさらされていればあ、それを、その、助けるというのがアメリカの立場だということを、広く世界に発表しないと。アメリカは、台湾は中国の一部だということを認めていながら、 ね、その中国の一部に対して軍事支援をして、そして台湾と中国との間の軍事的緊張を高めてる。それはアメリカではないかというような議論があ起きるし、世界もおそう。 思わざるを得ないという部分もあると。だからこれを払拭するためには、英語の勉強ではありませんけども、リコギナイズとアクノレージということの違いを世界にはっきりと示すべきだというのが昨日のお話だったわけなんですよ。で、それからあとですね、えー、朝の9時から5時まで、いろいろな国の代表の首都 合計12名、私を除けば11名ですが、集まりましてね、いろいろ、中東、現在の中東問題をまあ議題にしまして、いろいろ議論をしたわけであります。サウジアラビア、その他中東の国、それから、南アフリカ、それから中南米から、バングラディッシュとかですね、 それで、まあ、独立はしていないんですが、やまあ、やがて、えー、独立することになると思いますが、クルード族です。トルコの20%からの人口を占めるクルード族というのがいまして、えー、シリアの近くに、まあ、独立国を作るという動きも、まあ、あまり報道されてないんですが、進んでるんですが、そのクルードの代表、独立国ができたらおそらく大統領になられる方だと思いますが、そういう方とかですね、えー、それから韓国からもですね、えー アメリカ、韓国、友好協会というのがありまして、非営利団体なんですが、<laughs> まあ実際はいろいろ営利的なことをやってるんだそうですけども、そのあれとかですね、えー、それからいろいろまあ,あ、それぞれの国のロビースト、アメリカの議会でですね、えー自分の、自分の国の利益になるような、あこの法律、 あるいは何か法律ができる場合、それが自分の国のマイナスにならないように調整をするためのいろんな運動があるわけなんですが、ロビーストっていうんですが、えー、そういう方あが全部集まってですね、朝9時から午後5時までいろいろ議論しまして、中東問題を中心にですね、お話をしたわけであります。 一つ一つの問題を言うと、時間がないので言えませんが、印象的なことを言いますとね、今、このいろいろ中東で問題が起きているということのですね、アメリカがあまりにも、この、なんていうのかな、あー一言で言うと、アメリカの責任が少しなさすぎるんではないかという声が多かったですね。うん。まず、あ、戦争、第二大戦終わった後、 世界がしばらく平和だった。ソ連とアメリカとの冷戦ということがあった。しかし、それが終わってからですね、長く世界は国際戦争というのはなかったわけですね。それはアメリカがきちっとですね、経済においても、軍事においても、安全保障においても、コントロールしてきたか。つまりアメリカが世界の警察官。 ね、えー、その責任を果たしてきたから平和がついたんだと。お今見てくださいと、ウクライナだ、ほら、今度はイスラエルとハマスだとかあ、それからやがてなんかアジアの方でも、あるいは台湾でも、韓国の中でも、韓国と北朝鮮の間も、今なんか一触即発のような状態になって、もうそこらうち中がですね、えー、不安になってきてると。これはもうアメリカのお、が無責任だからだという言葉がものすごく多かったですね。圧倒的に多かったですね。えー、それに対して中国というのは腰眈々とも世界中に、えー、この、お 手を伸ばして、え、そして、え、この、経済、重要な経済という面で、どんどん布石を作っていると、いうことで、もう今のアメリカのやってることと中国のやってることはもう、もう、まさに両極端だと。少しアメリカはしっかりしなきゃダメじゃないかっていうことで、まあ、長い間いろいろな話したんですが、そんなところでですね、話が落ち着いたということ、これちょっと皆さんにお伝えしていきたいと思います。